皆さんこんにちは、ラバーダックです。ストーマックスビルド&レスキュー解説動画やっていきたいと思います。今回はですね、マグオールの接続機能をこのウィンチを使った状態で使う方法、そして前回の説明の訂正がございます。でですね、前回、ご説明した中に一部、機能的には問題ないんですが、間違っていた部分がありました。で、間違っていた部分を訂正することによって機能が拡張されます。そして今回はですね、前回視聴者の方から質問いただいたこのマグオールの接続状態を、ウィンチを使った状態で、使う方法についてもご説明します。さあ、では見てみましょう。マグオールの接続状態は皆さん多分ご存知だと思いますが、マグオールがね、どこかにくっついたら、オンの信号を出してくれるというものです。これによってね、荷物などがしっかりと固定されているか、持ち上げられる状態にあるかがチェックできます。大抵はね、ライトにこうライトをつけて、その接続を確認したりするようになっていますけれども、ただですね、前回ウィンチ使った時問題ありましたね。はい、ウィンチを使う、今回新しいウィンチはですね、信号をまずウィンチに送ってからこちらのエレクトリックケーブルアンカーにつないで、そしてそれをマグオールにつながらなくてはいけないということを説明しました。そうしないと機能しないと言いました。ただここについて一つ説明が間違っていました。前回はですね、このデータをこちらのまずウィンチにつないで、ウィンチからこうケーブルアンカーにつなぐということをやっていました。ただ実はですね、これ必要ないんですね。もちろんこのボタンから、こっちのウィンチにオンの出力をすることは必要です。しかしこのウィンチからこっちのアンカーに対してオンの、信号を出力する必要はありません。切っていて問題ないんですね。で、ちょっと今紛らわしいんで、ここの接続状態とライトのところも外しておきますけれども、で、これで離れていますよね。で、また同時にですね、ライト、電気に関しても、実はウィンチとエレクトリックコネクタ、アンカーは、つないでおく必要がなかったんですね。はい、つまりここ、離れた状態になっています。アンカーと、ウィンチ、離れた状態になっています。でもこれだと常識的に考えて電気通ってませんし、かつデータも通らないので、普通マグオール作動しないはずですよね。しかしですね、ちょっと見てください。これ下ろしてきましょう。で、これ持ち上げます。もちろん普通であればこれつかないはずですよね。しかしボタン押すと、はい、動作しました。そしてどっかにくっつけようとすると、はい、きちんとくっつくんですね。これ不思議だと思いませんか？びっくりですよね。はい、実はなぜこんなことが起きるかというとですね、前回登場したこの一番下、ロープですね。ロープが重要です。実はこのロープというのはですね、電気とデータ両方とも送ることができるようになってるんですね。なのでウィンチとアンカーをロープでつないでさえすれば、信号は伝わるようになります。はい、なので今のようにデータもつながっておらず、そして、電気もつながっていない状態でも問題がないということです。ここで見えていませんが、ロープできちんと電気とデータを送ってくれているからです。では今回の本題に参りましょう。じゃあ接続状態、これですね、マグオールの先っぽをどのように、ウィンチの外にあるライトに接続していくかというお話なんですが、これ非常に簡単です。今ここ離れてますね、ウィンチとアンカーの方は。で、アンカーのですね、以前ウィンチからこう出ていた部分の入力部がありますよね。これ入力部が今開いている状態です。何にも接続されていない状態です。で、これを、このマグオールの接続状態につないできます。そうすると、はい、ここのデータ、アンカーから、こちら側のウィンチの方に、もうデータが接続されている、ロープによって接続されている状態になります。で、こうなると、この後ですね、ウィンチに行ったものをここの、間違った。
インチに行った信号、ここオンオフのアウトプットありますよね、これ。ウィンチに行った信号をこちら側の、ライトに接続します。はい、ライトに接続します。で、ライトの方は今電源が確保必要なんでバッテリーにつないでおきましょう。はい、これだけでもう OK です。はい、たったこれだけなんですね。ではやってみましょう。ではいきます。上げる、で電気つける、はい、くっついた。ちょっと今テンポ悪かったですね。まあ結果は見えてましたけれども、はい、上げる、ちょっとどうしようかな、このあたりで、はい、くっつきましたね。ボタンを押したと同時に今ここくっついた状態になってます。で、くっついた状態になるとライトが点灯しました。このようにすることによって、はい、マグオールの接続状態も使えるようになったわけです。はい、これって非常に重要な意味を持ちますよね。私も実は知りませんでした。これね、質問されてから解説のためにいろいろ調べていたところを知ったので、非常にね、質問していただいた方は本当に感謝しております。ということで、今回はですね、このように、ウィンチの正しい接続方法を、ご紹介してきました。そしてマグオールを使う方法もご紹介しました。これでまた、これのクリエーションが、の幅が広がることを間違いなしです。ラバダックが、ストームワークスビルド&レスキュー解説動画、ウィンチを正しく使う方法をご紹介しました。皆さんまたお会いしましょう。バイバイ。